ですが、はい、今回のユニットのメンバーを教えてもらえますか。はい、まずはボーディングユニットのメンバーの私ユニットとユスケンに入って、ダリスコンボのマスケンミヤミちゃんとボーディング娘を独立したコスミコハルのユニットです。はい、このユニットメンバー、はい、昨日一般公募でユニットの名前も決定したそうですが、こちらも発表していただけますか。はい、本当に多数の応募があって、本当に皆さんありがとうございます。すごい悩んで悩んで、最後はこうビクシートに決まりました。ビクシート、そうです、ローマ字で、はい、本能の部分なんですね。そこを捨てちゃうと
について思うこと第1位、曲は未来の地図、はい、これも男の人がいらっしゃるプロポーズという歌詞を歌うんですけど、まあ、自分の地図を書くときに、はい、みんながいたら未来の地図ないんだよ、これプロポーズのつもりなんだっていう歌なんですよね。そして第1位は僕にプロポーズ、これね、よくあのね、男は、ね、雰囲気を取ってた雰囲気なんですよね、はい、雰囲気だってシチュエーションこのままの状態がないって言って、はい、これね、あの鼻を使ってる証拠なんですよね。はぁ、女の人ってね、はい、うろんとその同時に使ってるんですよ。なるほど、ね、ですから、まずね、雰囲気とか、はい、そういうのを作り合ったのが鼻なんですよ。プロポーズをするためにお膳立てをして、なんだかんだくっつけ回して、結構理屈で考えて、理屈で考えて、で女性の声に聞こえて、ここで言おうとかって言って、絶対引っ張ってきた。じゃあどうしたらいいんですか。意外とね、例えば夏じゃないとか、学校このドレス着てとかって言ってる瞬間に、ロゴお前絶対似合うとか言って、そう。
買ったよ。本当だ。ガチャラ遠くない？
8店舗。